すいません、体内通信してました。どうもこんにちは、TWICE のモモのお兄ちゃんのスイカです。ということでね、どうも精神異常者なんですけれども、今日は、TWICE ちゃんの新曲が出たっていうことで、そのおダンスの振り付け講座をしていきません。振り付けで使われてる、鬼門とされるステップがね、3つほどあったんで、なんかおしゃっふる系ですね、おしゃっふる系の、ステップが3つほどあったんです。今日はそれをちょっと紹介していって、終わろうかなと。でちょっとモモと飯食い行こうかなと思います。どうも、精神異常。はい、サビで使われてる動きが3つあるんですけど、まずね、これね、これでね、みんなちょっと好きそうなやつね、みんな好きそうなやつと、みんな嫌いそうなやつね、こういうのね、はい、と、あとはもう未知の領域よ、これよ、これ、多分みんなこれ見てビビったんじゃない？僕はビビりましたよ、これ見て。まず1つ目なんですけど、1つ目はもうランニングマンです。ランニングマンは、もうランニングマン腐るほどですね、講座動画が YouTube 上にあるんですが、このランニングマンを斜めに切り込むって、ノーマルランニングマンの足をこっちに切ってあげる。ということは、前の足も気持ち斜めに切ってあげる。斜めにランニングマンを切り込んであげる。スキップするとでも言えば聞こえがいいか。私はグレイフォックス。はい、で次なんですよ。次はね、T ステップと呼ばれるね、おシャッフル特有のステップなんですが、これも、腐るほど僕が YouTube で講座やったんですけれども、強いて言うならば、足、この足に体重を全部預けてあげる。でかかと、つま先、かかと、つま先でこうよじっていくんですが、かかとが内側にこう来たとき、本田圭佑がね、ワールドカップでこうシュートを決めましたけれども、そんな感じです。シュートを決めたときに、足をつく。おい、足をつく。おい、足をつくって感じです。かかとが出たとき。それまでずっと足を上げといて、落とすって感じです。はい、でラストサビのあのこういうので使われてますね。こういうの、あのこの後ですね、この泳いだ後に使われてるなんですけど、これはもう未知の領域なんですが、ゆっくりやるとついて震わせる、ついて震わせる、ついて震わせるって感じ。震わせるっていうか、この膝と膝をなんかバチコンバチコンぶつけ合う感じです。これをニョン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 。で今ちょっともう本当僕でっかくやってるんですよ。これをもっとコンパクトに、ニョン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 、この左右の飛ぶ幅もコンパクトにして、ちょっと体重を少しずらすぐらいにして、ニョン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 。なんかこうゴムが、なんでしょうね、弾力のあるものがバチコーンって刺さったらブルルンってなるじゃないですか。すいません、今 IQ2 ぐらいだったんですけれども、とりあえずこのゆっくり小ジャンプに合わせて震わす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 って、こればっかやっとくといいと思います。じゃないとここね、あの音的にも超速くて難しいんで、ここはゆっくり練習しないとそうですならないよということで、今日はちょっと短いですけど、以上新曲に使われているダンスの、ステップ講座でした。おっと、コールが入った。やばい、ちょっと。